3月12日金曜日の全国の天気をお伝えします。広く天気は下り坂です。ではまずは予想天気図を確認していきましょう。西から前線を伴った低気圧が近づいてきます。そのため九州から関東地方にかけて広い範囲で傘の出番となりそうです。それでは天気の分布予想です。九州では朝から雨が降る予想です。中国、四国や近畿地方でもだんだんと雨が降り出します。西からこの雨雲が近づく前に関東や東海ではお昼前から雨が降り始め、その後西からの雨雲と一体化しながらさらに雨の範囲は東日本へと広がっていきそうです。東北地方は午後ほど雲が多いものの天気の崩れはありません。北海道は全道的によく晴れると見ています。では気温の予想です。朝は各地で冷え込みそうです。北海道や東北、そして東日本の内陸では氷点下となるところもありそうです。ただ西から東日本の沿岸部など朝の冷え込みは控えめ。その後昼間にかけてどんどん気温が上がっていきます。雨の割に西日本や東日本は寒さは控えめとなりそうです。東北地方や北海道も前日と同じ程度まで気温が上がります。雪の積もっている地域では融雪災害などお気をつけください。以上、全国の金曜日のお天気をお伝えしました。